四代目、市川團十郎安永,永の七年二月二十五日は、江戸の歌舞伎役者、野号は成田屋、縄文は三章、拝名に海丸、五粒、三章、柏むしろがある、芝居茶屋の泉屋、勘十郎の次男、実は二代目、市川團十郎の隠し子とも言われている。この子には離縁に入ることが生まれた時から運命、付けられていたようで、稽古初めの年になった。 小徳四年には、早速二代目、團十郎の皇帝。初代、松本幸四郎の養子になり、教皇五年十一月に、松本七蔵の名で、初舞台を踏む。この時は、お山を務めたと言われ、その後もしばらくは、お山や若主役を務めたが、後に、立役に転じている。教皇二十年、松本七蔵は亡き王府の名跡を継いで二代目、松本幸四郎を襲名。 一方50歳になったのを節目に二代目男十郎も、養子の市川章五郎に三代目、市川男十郎を襲名させ、自らは隠居して二代目、市川海老蔵を名乗った。ところが暗寒とした日々を過ごせたのもつかの間で、漢方元年に、大阪で、毛抜きを所演していた三代目男十郎が突然、病に倒れ、そのままよく官報二年創生してしまう。人間五十年と言われた。 時代、役者は不惑を迎えると、さっさと隠居してしまうことが多かったが、ここに来て、後継者を失った二代目海老蔵は、ロークに無打って舞台に立ち続けることさらに十二、六十五歳になった二代目海老蔵は、体力の限界を感じたのか、ここに至って、皇帝の二代目、松本幸四郎を改めて自らの養子とし、これに、市川宗家を継がせることにした。 三代目没後十年の空白を経て、法歴四年十一月、二代目孔志郎は二代目、海老蔵の養子となり、その上で改めて四代目、市川段十郎を襲名した。この一連の出来事は、養子を取る方が二度目なら、養子に行く方も二度目という数奇な養子縁組で、しかも、芝居茶屋の次男坊が三段飛びで江戸歌舞伎の頂点、 一川宗家に収まるという絵天丹でもあり、ただでさえ出世話を好んだ江戸っ子は、後々までこれを語り継いだという。また一方で四代目は男色にふけり、別れた元愛人の若手に影魔茶屋を経営させていた。こうした様々な交渉がやがて、男十郎伝説となり、それが、一川男十郎の名を、江戸歌舞伎の中でも特別な地位に押し上げてゆく一つの要因ともなった。 四代目團十郎は明和七年十一月、実施の三代目孔志郎に五代目團十郎に、團十郎を譲り、自らは孔志郎に服した。明和九年に三代目、市川海老蔵と改名。安永四年七月の市村座の千秋楽での、松尾丸を演出を最後に引退し、啓発して、深川木場の自宅で、修行校をなる、演技の研究会を発足し、更新の指導に力を注いだ。 家の芸である荒事よりも、過激よものの過激よ、蘇我ものの苦道を、中心暮ものの孔諸な王などの実悪を得意とした四代目は、代々の團十郎の中でも異彩を放っている。特に過激世は四代目の当たり役で、それまでの単純明快な荒事に陰鬱な悪の味を加えることで、新しい歌舞伎の演技を創造した。歌舞伎十八番の過激世は四代目の初演によるものである。 またお山もよくして景域が広かった。ありがとうございます。